安倍さんっっててかかけてらっしゃゃるじゃないですか僕も今眼鏡かけてるんですけども目が見えてよかったことって眼鏡かけてからいっぱいあるじゃないですかそれを今から覆そうかなって自分の軽い経歴を話すと2十歳の時から23まで社会人してましてコロナショックで会社が倒産して社長が飛んで多額の借金抱えてホームレスになってフリーター 今現在に至るって感じなんですけども、社会人時代に起きた話なんですけども、ガス電気の自宅への訪問案内の飛び込みの営業ですね。集合住宅だったり、アンモスマンションに一軒一軒ピンポーンって押して、ガスの乗り換えをしませんか電気の乗り換えをしませんかって言った飛び込みの営業やってたんですよ。夏頃ですね、8月半ばの真夏の頃の話だったんですけども、エリアごとに分けられるんですね。今日は君はこのエリアからこのエリアまで営業回ってね、みたいな地図を見て Google マップで。で、こっからここまで 回ってねみたいな感じで言われるんですよで僕すんげえサボり癖がひどいんですよ「おい清水お前サボっただろ」みたいな感じですんげえバレるんですね。 なんでバレんだろうと思って。一 <laughs> 回、サボる理由が暑いし、階段上がったり下がったりもしないといけないんで、エレベーターがないマンションだと、もう汗だくなるんですよ。汗だくの状態でお客さん行ったら、なんか汗臭いし、なんか変な人だし、みたいな感じで思われたら嫌なんで、このマンション回りましたよって言ったら、上司が一回見たんですよ。俺が回ってる姿を。あ、回ってんなーみたいな感じで。でも俺、回ってなかったんですよ。じゃあチェックするわって言って、一番上の階と一番下の階だけ、上司ちゃんともう一回回るんですよ。サボってないかどうかっていう。これで、バレてたんかって思って。でとある 思いついたわけですよ僕は。 じゃあ、一番上の階と一番下の階だけ、営業回って、このマンション回りましたって言えばよくねすごいな。UR 住宅っていう大阪の、まあ、ちょっと場所は言えないんですけども、一番上の階回って、よっしゃ、一番下まで降りちゃおうと思って、階段ガーって降りて、一番下の階にピンポンって押したら、ガチャって開いたら、おばあちゃんが出てきたんですよ。おばあちゃんが出てきたと同時に、ペットをいっぱい飼ってるような、なんか獣衆がブワって来たんですよね。扉開けた瞬間に。な。もう顔が引きするぐらい、 えと思ってどうされましたか?」って言われたんで営業スマイルになって営業トークにしてあ「あすいません今こうこうこういうあのガスと電気のご案内してましてみたいな「ああああみたいな「今お話の分かるお子さんやお孫さんとかいらっしゃいますかね」って一応ご高齢のお方なんでそういう風に毎回言うんですよ営業としては。ちょっと今 息子もいなくて、どうしようかしら。じゃあ、パンフレットをお渡ししますんで、また何かあればお電話お願いします。では失礼します。って言ったんですよ。おばあちゃんに、ね、猫好きって言われたんですよ。急に何やねんこいつと思って。ね、ね猫ですかって聞いたら、あのね、私猫飼ってるのって言い,言い出して、ああだからこんな臭いんか。絶対洗ってへんやろなと思って。猫ね、今、ほら、廊下の奥に寝てるでしょって言うんですよ。だ僕、メガネ、毎回外してたんですよ。営業の時。メガネかけてたら、なんかあの、詐欺師っぽいから外せって言われて ってたんでまあラガンで見たらうっすら猫がいるんですよあ猫いるわと思って胸ポケットからメガネ出してかけたんですよそしたらまあ確かに猫はいたんですよ猫の周りにが型がってたんですよおばあちゃんの顔見たんですよその時にバッテ目やって白面症終ったんですよ目が白くなってたんですよおばあちゃんの目があっ 見えてててなないんんやと思っっ怖くなってすみませんちょっとあのもう上司にもう呼ばれてんでちょっとここで失礼しますねってもう扉閉めようとしたんですよ僕おばあちゃんがごめんなさいね主人がいたら話わかるんやけど主人も1週間寝たきりで。 僕急いで走って気づいたら公園でいて「やばい怖いわ」と思って上司にその時見つかって「おい何サボってんねん」だって「あすいません」っつって「じゃあとりあえず会議するから」っつって,言ってその日の仕事終わってよくよく家に帰った瞬間に主人1週間寝たきりで猫が死んでるのも気づかないってことは「えこれそういうことちゃうか?」 ってやって、次の日、上司に言ったんですよ。そしたら、お前、アホかって言われて、そんな警察に言わなあかんやろ、みたいな。どこのマンションやって言われても、わからなくて、ちょっとすいません、わからないっつって。いや、お前、何やってんの次から警察言えよ、って言われたんですよ。うん、で、そっから2年後なんですよ。2年後に、僕、あの、音楽系の趣味を持ってて、後輩の一人が、いや、最近、清水さん俺引っ越したんですよね、つって。あ、そうなんや。引っ越し先来てくれませんみたいな。ちょっといろいろ物ごちゃごちゃしてるんですけど、久々にちょっと飲みましょうよ、みたいな。宅飲み みたいな感じでつって後輩の引っ越した先がもう行ってる最中このマンションにやってあってうっすら1階であらえへんよなって思ったら死んでるかもしれないおばあちゃんの部屋だったんですよで後輩にさりげなくここって事故物件ちゃうよなって聞いたら大島でで見たらなんかおじいちゃん死んでましたねって言われました目がいいっていうのは本当にいいことなのかって感じですよねいやーすっごい怖かった